映画、審判、ヒロインの常石里乃、内面の、揺れ動き、楽しんで、2018年6月1日20時41分、スポーツ報知映画、審判、より。主演の丹羽勉、ヒロインの常石里乃、舞台出身で近年、映像の活動が目立つ女優、常石里乃、常石。リノイコール40が映画、審判、ジョン・ウィリアムズ監督、30日公開でヒロインを演じている。フランツ・カフカの審判が原作。舞台を現代の東京に移し、銀行員の男、日村洋介、丹羽勉が30歳の誕生日に目覚めると、見知らぬ男2人から罪状不明なまま逮捕を告げられる。混乱した状態で展開していく不条理をテーマにした単館系の異色作だ。今年公開された映画、祈りの幕が降りるとき、福沢克夫監督にも出演している常石は、木村の隣人に住む女性役。シャイなイメージを与えつつ、主人公に好意があることを印象付けるという難しい役どころ。心がけたのは、恥じらい、女の武器はいろいろ。役の女性は、大人の色気は持ち合わせておらず、純真。違う場所に行きたいのに怖い、と細やかな揺らぎが、主人公の心を動かすことに通じると考えたという。そして、それぞれの欲がぶつかり合った作品。その、揺れ、を楽しんでいただけたら、この他にも木村を翻弄する女性役に、女優で歌人の川上静子、外国作にも出演する早川智子、関根愛が個性的な演技を見せている。メガホンは上智大教授で日本在住30年の英国人監督で、本作が長編4作目。デビュー作、一番美しい夏、01年、がハワイ国際映画祭でグランプリ。佐藤浩市、木村多江が出演した、スターフィッシュホテル、07年、ワルクセン。ウルグ国際映画祭のグランプリに輝くなど毎作、海外からも注目されている。